お集まりいただいたのはまだ電力会社を切り替えていないという皆さん。どうしてまだ電力会社を切り替えていないのか聞いてみると、帰るのがめんどくさい、いろんなお話が来すぎて、もうどうしようか分からなくなってもいいやってなっちゃってる。まあ私なんかもう稼ぎ人間みたいなもんですから。稼ぎ人間もう、まあ本来もう独占で安くなるなんてあまり信じられなかったわけですよ。ちなみにその今の皆さん、その電気代あるじゃないですか、どう思います？そうですね、あ、高いですか。一番かかってるのは、私1階でお教室やってるんですね。エアコンの天井にパコってはめ込むタイプ、はい、業務用のエアコンみたいな、なんかそんなようなのなので、絶対それが一番食ってるなっていう。そうですね、うん、ドライヤー髪が多いんで時間がかかるんですよ。すごい時間かかるんですよ。私もいや、あのドライヤー結構30分くらいかかる。どうですか、ほらの髪短いから。でもご主人もほらドライヤーかかるんですよ。わかんないわ、わかんない。今回は